これにつきましては、ぜひ日本の技術で調査をしたいということで、中国との共同調査を実施いたしております。道路網を復元するために、大変精度の高い GPS、5歳1センチ、2センチぐらいで測量できる装置を使っております。これでこの装置を使って、漢の長安城、漢帝国の首都の様々な施設をについて正確な測量を行ったものであります。 この測量の中で漢の時代の土木技術がいかに高度なものであるのかということはこの羅橋石という石十字を切った非常に珍しい石なのですが我々はこれは漢の時代の測量原点であるというふうに考えております。これは陽羊という中国の第四代皇帝の墓なのですがこの羅橋石を中心に全ての施設が正しく南北東西の方位。 それから当時の尺度に基づいて極めて整然と設計されたものであるというようなことが分かっております新館大の大規模な土木工事はこのような高度な技術によって成り立っていたと考えられます